いや、皆さんこんにちは、バンでございます。お元気ですか？今日は2023年5月26日、待ちに待ったニコン Z8 の発売日ですね。来てるんですよ、これね。ついさっき届きまして、なんかね、買い物で嬉しいのってすごい久しぶり。おじさんになるともう感性がこうどんどん摩滅していくので、ですこう何を買っても別にこうね、まあねみたいな感じになるけどね。久々なんかこう予約してまで買うとかさ、みんな何、並んでまで食べるラーメンとかさ、もう並んでるとことか、まあね、一切興味がなくなっちゃうタイプなんで、ディズニーランドに行って2時間待ってスペースなんとかマウンテンみたいなの乗るとかすごいよね。あれはでもこう、ワクワクを、ごめん、マイクうるさいね。ワクワクがいいからこそいいわけでさ、お値段的には自分の備忘録的に書いておくとですね、53万9550円でした。マップ2年保証付き。保証書ね。あと保証書ね、こうやって入れとくと分かんなくなるんで、むしろこのまま置いておくといいね。はい、まあまあいいですね。よいしょ。Z8 ドーン。お、ちっちゃい。さっきね、この外箱持った時も思ったんだけど、軽い。全然軽い。え？あ、動画が。Hulu が。よいしょ。さあ、箱。ここ見える？一応見える？今日はレンズを広角にしておいたからね。さあ、Z8 箱を開けてます。珍しく開封動画だね。説明書とか俺見たことねえよ。意外と薄いな。説明書ですね。ニコンカレッジに参加しようとか、保証書とか。これ一緒に入れといた方がいいのかな。ねえ。あ、いや、レシートは、キャッシュバックないからいいんだけど。口開き見えてるかな？USB ケーブル、ストラップ使いません。電池大事、電池大事。あ、この間買った ENEL15C、 別で1個買ったんだけどさ、予備電池。あ、なんか似たような色だね、確かね。端子カバーも別にいりません。よいしょ。あとは何だろう、充電器使いません。他のがあるからね。あとは、あれだね。テザー用のケーブルを押さえるやつと、これなんだろう。ああ、充電器のあれね。AC のメガネの変換するやつ。よいしょ。戻すと。これ、ケーブル押さえるやつ、テザー最近全然しなくなっちゃったけど、まあ一応出しとくかな。まあ、使わんな、多分。戻しちゃおう。充電、バッテリー以外は全部戻す。開封動画などに戻します。構成は非常にシンプル。あとはね、あとは反対側に、こっち側にカメラが入ってるだけですね。よいしょ。シンプル放送いいね。今回特にあれだ、レンズキットとかじゃないからね。さあ、中袋、外袋を一緒に開けて、まるでパンツとズボンを一緒に脱ぐような、ドン。本体。イエーイ。あ、結構やっぱこうやって見るとごつい感じするね。なんか映像アンダーになっちゃって、ちょっとロックしようか。イーロック。なもん？飛ばない程度に明るくこんなもんかな。おお。ここの出っ張りがさ、実機持つの初めて。ここの出っ張り意外と出てんのね。ここの、何これ、シンクロ接点？シンクロ接点じゃなくて、あれだ、あっちの何？レリーズとかだよね、多分これね。もう使わないね、最近は。まあそんな感じで、以上レビューでした。これね。ここに出っ張りがあって、カチャって。Z9 よりもこれやりやすくねえか？ Z9 さ、縦に開くのが意外と、あれ、なんかちょっと難しいなってなった覚えがある。これ結構一発でいけるの、いいね。あ、戻るときにニチャって言うので、ニチャって言いますね。こっちにも、こっちにも開けやすいですね。あ、これ便利だな。なんとなく Z9 と感触違うね。こっちの方がちょっと軽い、スカッとした感じがするね。ああ、縦位置便利だね、これ、本当。
さあ、そんな感じでございまして、あのね、Z9 と比べるとね、ちょっとね、スカスカ感がある。そのスカスカ感がある分、使いやすい、楽だね、これきっと。あと、グリップ的にはね、これ見えてる？俺、いつも言ってる通り、成人男性にしては想定がでかい方じゃなくて、指がね、ちょっと爪伸びてても届かない、明らかに届かないなって感じなんだけど、結構深い。普通に手がでかい人ならいいと思うけど、俺ここのボタン、中にボタン2つあるんだけど、ここのボタンちょっとギリギリだね。こう、よいしょってやらないと届きにくい感じだね。Z67 と比べると Z6272 で、見た目めちゃくちゃ一緒に見えるんだけど、微妙にグリップ深いんでね、あれで爪が当たらない程度にグリップが深くて。初代 Z67 でも俺ここの深さ十分なぐらいだから、これちょっと正直深すぎる感じがするかな。まあ、好みはね、あるよね。いろんな人がそれぞれいろんな好みがあるから、絶対全員にフィットするのはありえないからね。悪くはないよ、全然。あと、軽いからね、どの道まあ大丈夫な感じだね。へーへー。この持った感じ大事だよね。そして、電池を入れて、すごく簡単に初期設定だけしてお出かけしようかな。電源スイッチ、ここね、共通なのいいね。ここ、電源スイッチ好き。電池入れたんだけど、電池完全に空なのかな？全く反応しないから完全に空だね、これ。完全に空なので、ちょうど初期設定をするからメニューを見るか。キャプチャーして見た方がいい。ちょっと動画回しっぱでいこう。さあ、それじゃあ、内部設定を軽くしよう。キャプチャーを動画の HDMI 端子から、今パソコンに向かって動機をキャプチャーしております。このマークなんだろう。今パッカパッカしてる電池マークみたいなやつがね、出てますけども、なんでしょうね、これ。まあ、よいしょ、面白みはないけど壁を見てもらおう。ピント合うね、一応ね。あ、そうそうそう。最初期状態だとあれなんだよね。絞り優先モードに、モードがあれなんだよ。ここなんだよね。もうこのモードを押して、グリルね。まあ、とりあえず絞り優先で、設定してみよう。で、よいしょ。メニュー。タイムゾーンと日時。日時。日時の設定、そう、まあ時間大事だね。2023年1月1日になってる。5月26日の、いや、ほんと最低限やっとかないとね。26日の10時27分。27分。何秒ですか？秒まで設定できるのは助かるね、これ。29、30秒、35秒ぐらい？ 35 秒。よし。夏時間オフの。さあ、それじゃあカメラ設定いってみよっかな。最初、めちゃくちゃ増えてるようで、これ設定項目がね。撮影メニューの管理って、なんかいろいろあるね。難しい。この辺ね、一眼レフの時から使ってないね。撮影メニューの拡張。わからないときは、なんだっけ、アイだかなんだかを押すと教えてくれるやつあるよね。あった。虫眼鏡ちっちゃい方のマーク。あ、はてなマーク書いてあるね。撮影メニュー A から D ごとに記憶できる内容が、記憶しないんで大丈夫っす。そこまで複雑なことしないからな。ファイル名設定は、いい感じでお願いします。主スロット。SD の方か CF の方か。メインスロットも、とりあえず CF だね。両方入ってる時にどっちを優先するかってね。両方入ってる CF 優先してください。副スロットの機能は、これ悩むね。これなんでかっていうと、CF エクスプレスタイプ B だっけと、SD カードの併用だよね。スチルしか撮らない。まあ、現場ごとに違うんだろうけど、普段、とりあえずしばらくスナップ遊びするので、今日とかね。その時はまあ何でもいいのか。1枚入れといて、仕事でもなきゃ同時記録しないもんね。あと CF エクスプレスすげえ丈夫っぽいからね、別にそう無理する必要ないなという感じです。まあまあ、ね、皆さん適宜やるといいでしょう。撮像範囲当然 FX です。あ、 DX クロップ警告表示ってあるんだ、便利。クロップしてる時はクロップしてるよって教えてくれるやつだね、親切。メニューで戻る。はい、ちょっと待って、会長モード。これみんな見えてる？会長モード。あー、なるほど。HLG と SDR と、でもこれ撮影する
モードによるよね。画質モード、ノーマル、ファイン、ロー、あったあったあった。これさ、ロープラス、ノーマル、ロープラス、ファインにしたときにさ、ロープラス、JPEG とかいう表現じゃないんだよね。いっぺんロープラス、ファインにしてみようか。ロープラス、ファインで、階調モードはこれ、ローの時は関係ないと思うんだけど、HLG だ、どうだ、こうだっていうのは、これちょっと後で検討した方がいいね。まあ、とりあえずローと JPEG で撮りましょう。だって、ライトルーム多分前まだ対応してないもんね。画像サイズは大。画像サイズ DX の適用は意味がわからん。これは撮像範囲が DX の場合の画像サイズを画像サイズ DX で設定します。別途設定するかどうかってことだね。まあまあ L のままでいいやね。ロー記録オン。はいはい。ロー記録の時に高効率と高効率とロスレス圧縮と、まあ別の、まあ、とりあえずノーマルでいこう。感度設定。これね、低速限界を俺先に決めるね。低速限界。まあ、とりあえず一遍100分の1で決めるかな。いや、まあ、テスト期間だから15分の1ぐらいまで落としてみるか。で、ISO 上限とかまあいいよね。感度自動制御オン。で、ISO 感度。これ60、ISO64 基準だよね。基準感度にとりあえず設定するといいと思うんで、これ右下に見えてるやつね。あ、オートとの切り替えは、ISO ボタン、感度ボタンを押しながら、前ダイヤルグリグリで共通だね。ほんと共通なの助かるね。そして、ホワイトバランス、オート、カスタムピクチャーコントロール。まあ、とりあえずオートにしておい、あ、オートだと逆に分かりづらいから、スタンダードにしようかな。スタンダードで行ってみよう。カスタムピクチャーコントロール。まあ、いろいろあるんだろうね。色空間、SR 字幕、どっちもいいね。ローで撮るから。でも今日はローで撮らないからあれなんだけど、ローで撮ったやつがあんまり意味がないからあれなんだけど、高感度でビネットコントロールは強めがある。強めにしましょう。解説補正オン。ほとんど意味ないけどね。ニコンの解説補正、自動歪み補正オン、美肌効果オフ、印象調整とかこの辺全部オフでいいです。静止画フリッカー低減、これは問題が出たら考えよう。高周波フリッカー低減ありますね。この辺ね、みんな撮影メニューに入ってるね。あのシャッターメカシャッターレス機ってこれだよね。高周波フリッカー、例えば問題になったの見たのは、あのニュースでね、カメラニュースで流れてきたのはスタジアムで撮ってて、日中なんだけど選手、サッカー選手の向こうの、 あの LED 看板がしましまになったりとかちらついたりとかっていうのがよくあるらしくて、へーっていう感じですね。あとね、この辺も全然いいんだけど、被写体検出気になるね。被写体検出は多分撮りながら覚えることになるでしょう。あれなんだよね、HDR 構成オフ、ダイヤルとかの方が俺大事で、ダイヤル操作かな。俺もニコン歴が長くなってきたな。アイメニューのカスタマイズ、ホワイトバランスとか全然いじんないからね。クオリティ、まあ、密閉放置、あ、ここに入ってんのね。アイメニュー今カスタムしてます。アイメニューに入ってて、飛行機機内モード、あ、電波切るやつね。まあ、この辺よく使うのなんだろう。撮影メニュー切り替え、なんか便利そうだな。階調モード、ちょっとアイメニューから見に来て、あ、これね、SDR と HDR、これな、あ、面白い、これみんな見えた ？HLG にしたらいきなりあれだね、緩くなったね。はあ、これさ、HLG にすると自動的にヒーフになるとかそういうやつ？さっきさ、ロープラスファインっていう表現はあったけど、ロープラス JPEG の表現じゃない。あ、でも JPEG か。今、アイメニューで JPEG 出てるか。これ、HLG にすると JPEG、あ、これ、まあ、見た今。あの、SDR から HLG に切り替えると、要はあの、階調が広いやつ、ハイダイナミックレンジのやつにすると、画像がヒーフに切り替わるやつだね。これちょっとね、興味があって、どうなんだろうと思って。パソコンで、要はさ、その、なんて言うんだろう。ローのもっと可変する幅が狭いローみたいに振る舞ってくれたら、10ビットあるらしいからさ、たら面白いだろうなと思って興味あるんだけど、そもそもライトルームで開けるかどうかがわからないので、ちょっと今日バチバチっと遊びで撮ってる間で、JPEG じゃないと普通は開けないから、あの、パソコンとかだよね。標準で開けない。ブラウザでも開けないと思うんで、JPEG 撮り、ローであった多分開けない。でもね、Z9 と同じだったりすると、ひょっとすると開けるかもなと思うんだけど、そこもテストだね。チラッと家の中でテストしてから行かないといけないんで、ローと JPEG と
HEIF と3つ試してみるべき。一番安全なのは当然 JPEG だね。あと手ブレ補正はスポーツモードになってるけど、やっぱとりあえずノーマルでいいと思うんだけどね。撮影メニュー切り替え ABCD 便利なんだろうねこれね。でもいや、まあ、全然、うん、普通に、あとダイヤル、ダイヤルをカスタムボタン切り替えで、ファンクション1がシュート、縦1ファンクションボタンが露出補正。露出補正ここをしながらね、俺ね、あの前ダイヤル露出補正が好きなんだよね。ここのジョグ、これサブセレクター中央で AE ロック、あ一緒だねこれ、大丈夫だね。サブセレクターで AE ロックは多分前から一緒のはずなので、で OK ボタン真ん中押しリセットも共通だね。一緒一緒 OKOK。 AF オンは俺使わないんだけど、まあそのうちなんかに割り当てるでしょう。これさ、メニューで見て、文字で見てるときは、あ、そんなもんかと思ったの。後から、あ、ちょっと俺、意外と変えてたわ、みたいなことがよくあるんだよね。そうさ。あとは、ダイヤル関係はここじゃなかったっけね。ダイヤルの、ダイヤル、コントロールリングの感度。ダイヤル。カスタムボタン、操作ロック、カスタムボタンでダイヤル？あ、そうだ、思い出した。レンズの、ダイヤルね、レンズの、あれ？レンズのグリグリ。あった。これね、俺、いつも露出補正にしてんだよね。これと、あと、簡易露出補正をしたいんだよね。どこだろう？露出速攻とか、この辺かな。この辺がもう一つ。あった。簡易露出補正 OK で、あと、ダイヤル設定で、プリキャプチャーモードとかは、まず、とりあえず全然使わんね。サブセレクター中央を優先ってなんだろうこれ。ハテナで教えてくれない。どんどん増えてくるね。カスタムボタンの機能、さっき見たあれでしょ。あ、そうそう、ダイヤルをさ、ファンクション1周、ファンクションを押しながらグリグリで撮影も、俺いつもどうしたっけ？ Z7 の時はどっちかがフォーカスの切り替えで、どっちかが再生にしよう。これ確か再生だな。撮影メニューとか撮影モードとか全然使わないと思うんで、再生、あ、サイレントモードね。ちなみにまだ一度もシャッター切ってないっていう。さ、それどこだろうこれ。ちょっと。ちょっとね、どうしても増えていっちゃうのはしょうがないんだけど、増えすぎた、こっちかもしんねえな。ファインダーの明るさも後で外で見たいな。レンズ情報手動設定とか、この辺もね、これね。電子、あった、電子音あったね。サイレントモード、オンオフ。電子音設定オフ。あれだ、半押しの時のピピッとかそういうやつよね、多分。これね、ニコンらしくて、俺この音好きは好きだけど切ってます。で、シャッター音。あ、これね。おもちゃみたいだな。電子音。ロー、ハイ。電子シャッター音設定ね。まあまあ、いらんですわ、これ。残念ながらね。あとは、そう、ダイヤル、前後ダイヤル、簡易露出補正したらオンになった。あれちょっと待って、でも、P モードになってる。A モード、絞り優先で、あ、逆にしたいんだよね。そう、結構これダイヤル痛えな。なかなか指が削れていく感じの前ダイヤルだね。後ろダイヤルも結構引っ込んでるね。正直これあんま好きじゃないな。マイクロフォーサーズのゆるゆるスカスカが大好きだからね。使っていくうちにちょっとゆるくはなるんだろうけど。ニコンってさ、撮りながらこうバカスカ変えるようなことはしないイメージで作ってるよね。どうやらね。その辺設計思想の違いだからしょうがない。タッチ操作 HDMI、USB 給電オン、カードなしリリース OK。ダイヤル。フォーカスそっか。威力タイマー操作ダイヤル設
ってみたいなやつなかったっけな。ダイヤル、まあね、困ったら検索すればいいんだけど、ダイヤル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 。あ、あとあれだ。撮影画面、起動情報の種類、ヒストグラム、ウェブフォーム、もう動画だね、完全に。まあ、ヒストグラムでいいんだけど、ゼブラさ、これ、あ、動画入っちゃってるわ。これね、スチールでは多分、ニコンは何が何でもスチールの時にゼブラを見せないらしいんで、今回も期待してないんだけどね。ボタンのドアのダイヤル、どこだろう、フォーカス方向、コントロールリング、操作能力、カスタムボタンの中に入って、あ、こっちか。これでできるのか。露出保湿設定で、絞り優先的に、これだ、できたできた。みんなコマンドダイヤルで前後ダイヤル入れ替えできるね。よし、これでいい。で、OK。OK だね。これで露出補正が。ちょっとか、かた、これちょっとめり込みすぎだな。あんま好きじゃないな。慣れかもね。ニコンユーザーめちゃくちゃ皮が分厚くできてるのかもしれないね。そんな感じかな。よし、とりあえず OK で、あとは使って覚えよう型だね。これなんだろう。これを押し、あ、こっちか。なるほど、なるほど。はあはあはあ、今ね、ここの、ここ見える、ここのボタンを押しながら前後ダイヤルをグリグリすると、親指側で AFS、AFC と MF と切り替え、まあいつも通りだね。で、こっち人差し指側でこうね、いろんなゾーンが、でもこれね、全部出してくれると迷惑だから、ちょっと限定してくれということもできるんで、そんな感じですね。グリ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 、あ、いいね。感触も非常にいいですね。横長とか、これもね、カスタムいろいろできるらしいんで、このサイズとかも。まあ、大してすごいのは使わないんだけどね。S、M、L か。はいはいはい。よし、こんな感じかな。感度設定 OK で。それじゃあ露出補正もできるから、ぼちぼち外に飛び出そうかな。ストラップはね、いつも通り、あそこのやつ、あったあったあった、オプテック。オプテック好きでね、これなんだかんだ好きで使ってます。いつの間にか増えてるんだよね、しかも。 ですね、丸窓良さそうね。よし、じゃあ外に行ってこよう。今日はあれだな、本当にもうこれで動画の内容ほぼ終わりなんで 届いたような舞ですね、でございましたけども、ちょっと楽しんでいきますね。